こんにちは。アナマミリです。はい、ということで、今回はですね、YouTuber を3年やって分かったこと、そして良かったなって思ったことをお話ししていきたいと思います。じゃあ、早速行ってみましょう。はい、ということで、まず YouTuber っていうのは、企画、撮影、編集、アップロードまで全て自分たちで行います。だからそれにあたって割く時間が結構膨大な量で時間配分が難しいなっていうところがあります。まず企画だよね。企画はもう自分たちで一から考えるので、ポッてアイディアが出る時もあれば、どうしようかどうしようかって言ってもう3時間以上家族で話し合いをすることもあります。まあどの企画にしようか、どういう企画で今回動画を撮影しようかっていうところからまず始まるんだけれども、一本動画を撮るのにですね、まあそれがまあ本当3時間以上とかも全然ザラにあるよね、どうしようか、これじゃあんまり見てくれないよね、これだこうだよねっていういろんなものがですね、やっぱりいろんな意見がやっぱり家族でこう飛び交いながら、まあ決まるまでがかなりの時間を要することがあるということだよね。まあ企画が決まったらですね、今度は撮影に入るんですけれども、撮影もですね、我が家の場合に限って言えば短いもので1時間ぐらい、1時間から1時間半ぐらいですかね、一番短くてそれぐらいです。まあほぼそういうのはあんまりないんですけれども、まあ長いものになると、1日かけて撮影に行って、1本しか撮れない時もあるということですよね。なのでまあ1本の撮影で最長かかる時間といえば1日かけて撮りに行って1日かけて編集して、アップロードまで行くということで、1本の動画を撮るのに2日かかることもあるということになります。編集に関して言えばね、短いもので大体2時間半とか3時間ぐらいかかる場合があります。まあ長いものになると本当1日がかり。かかるかかる。っていうことですよね。で、まあ編集をして、で、YouTube のアップロードをすると。で、サムネイルっていうものですよね。要は見出しというかそういうものを自分たちでこう、Photoshop っていうそのね、ソフトで作って、それでアップロードすると。まあタイトルを考えてサムネイルを作るっていうのにも1時間考えることなんてザラにあります。本当に。ね、編集が終わってから、だからやっぱりそれ考えると、まあとにかくやっぱり時間配分というか、そういうものがね非常に難しいというふうに感じるのが時間です、で YouTube ってね結構編集をするのでパソコンを使うんですよ、パソコンに詳しいパパさんがいてよかったなっていうふうには感じます、本当だね、これはね、まあ楽しみながらできるある意味、っていうところで、全然苦にならないんですよね。で、今、動画編集は、パパさんとゆかりんと、あと、ゆうたの3人で、やってるわけなんですね。当然、3台のパソコンが必要になるんで、その3台のパソコンをネットワークでつないで、要は動画のファイルの、やり取りを、いちいちこうね、メディアを挿してそこに入れて、それでもってコピーをする時間がかかって、それでもってまた持っていって違うパソコンに入れてというと、まあ要は簡単な話がネットワークといってパソコンとパソコン同士をつないでないと、非常にやっぱり効率が良くないということで、3台のパソコンをネットワークという形でですねこうつないでて、同じファイルをすぐ共有し合えるということでこうつないで、やったりとかっていう設定をしたりとかですね、まあそういうこともまあ全然苦にならなくできるんで、まあすごくまあその辺は自分がパソコンが好きで良かったなというか、まあそのスキルがあって、まあ良かったなというふうに感じることはあります。携帯でささっとやってアップロードしてる人たちもいるのかもしれないんですけど、我が家の場合はやっぱりパソコンでやるんで、突然のトラブルっていうのはやっぱり出てくるわけなんですよ。 その時にやっぱり対処できるかできないか、これによってもかなりやっぱりその仕事の効率だったりだとか、下手すると動画がその日は上げられないとか、そういうことにもなりかねないので、まあある程度そういうスキルがあって、まあ自分がただ好きなだけだったんですけどね、まあそんなには詳しくないんだけれども、良かったなというふうに思っております。そしてですね、YouTuber をやっていて、ちょっとね、モチベーションを維持するのが難しいなって思う時があります。あれはね、ちょっとぶっちゃけた話みたいになっちゃうんだけど。ぶっちゃけだよね。ぶっちゃけなんだけど。疲れちゃう時あるんだ。何の仕事でもそうだよね、だけどね。そう、だけどね、まあ、いろいろな、こう、気分転換だとか、そういうものをね、ちょっといろいろ取り入れながら、逆に今考えてるのは、気分転換をできるような、撮影というか企画というのもやっぱり必要なんじゃないかな。要は YouTube
仕事のくくりの中でできれば一番最高なのかな。やっぱりいろいろなね、ストレスを感じることもあるわけですよ、はい、いろいろと、まあ、そういう中で、はい、まあ、家族4人で、まあ、ぶっちゃけて言うとちょっとゲームとかやりながらゲーム配信でもやっちゃおうかとか楽しみながらできるよねとか、そ、まあ、そんなこともね、いろいろ考えて、うん、まあ、やっております、はい、そして、うん、撮影ボタンの押し忘れがたまにあります、うん、これはぶっちゃけ話みたいになっちゃうんだけど、うん、カメラね、回ってると思ってそのカメラに向かってめっちゃ喋ってるんですね、うん、レビューしたりとか食レポしたりとかするわけですよ。だけれども、あ、じゃあもうこれで終わりだね、バイバーイってやって動画を切ろうとすると撮影ボタンがピッと始まると。その時はね、もうなんかショックというか、モチベーション維持するのが難しいです先ほどの話じゃないですか愕然とするよね、あれはね、マジかっていうね、ね、うん、2、3秒止まるよね、うん、そして、うん、3日から4日、うん、家から出ない時がある。そう、これはね今までなかったですね、はい、正直言って、うんうん、この YouTuber という仕事になってから、うん、タイミングなんですけどね、毎回じゃないですけどタイミングによっては3日4日出ない時がある、はい、うん、外出た時に言うのがやっぱりそういう時って、ゆうたとか俺とかよく言ったりするんだけど、あー4日ぶりに外出たとか、そう、よく言ってるよねよく言ってるよね、なんかね。ね、うん、だからやっぱり基本的に外が好きな家族というか、だから言ってんのかなと思うけど、ゆかりなんか全然大丈夫っていうね。10日ぐらい出なくてもね。だからそれは人それぞれだよね。そうだよね、うん。っていうことはありますよね。そうね、そんな感じでございます。はい、そして、うん、じゃあ次はですね、ユーチューバーになってよかったなって感じることを、うん、我が家がですね、うんうん、そういうことをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあまず一つ目はですね、うんうん、我が家は家族でユーチューブをやっているので、うん、家族で一緒にいられる時間が多くなりました。そうです。ずっと一緒にいられます。これはね、もう YouTube、家族 YouTuber、ファミリー YouTuber にとって、うん、まあ、最高の、幸福のひとときだなというふうに思う時があります。で、リスナーさんからですね、質問みたいな感じでコメントいただいたことあるんですけれども、ずっとママさん、パパさんと一緒にいますけれども、一人になりたいときないですかっていうね、なんかコメントがあったんですけれども、あ、そういうことあるのかなってパパさん思ったわけなんですよね。で、ママさんに一人になりたい時あったら隣の部屋行ったりとか違う部屋行っていいよって言ったら大笑いされましたそういう意味じゃないですよね。そういう意味じゃないですよね、きっとね。分かってますよ、冗談じゃないですよ、まあ、そんな感じで、まあ、周りが見るとですね、まあ、ずっと、まあ、常に一緒だなと、はい、特に、まあ、パパさんとママさんに関して言えばですね、はい、まあ常に一緒だなと、はい、ね、休みの日も一緒だし仕事も一緒だしということで、まあこの辺は見てる方たち、うん、逆言うとああよくできるなっていうふうに逆言うと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、はい、そんな感じでございます。はい、はい、そして、うん、自分たちのペースで動けることが多いですね。うんうんうん、まあ、逆言うとこれもあれだね、それしなきゃいけないという部分でもあったりするよ ね、 自分たちで企画考えて、うん、どこ行って何をね、撮影してでどういう風にするっていうことは一連の流れを自分たちで作るっていう部分で、まあ、自分たちのペース配分で動けるんだけれども、まあ、逆言えば自分たちで決めなければ、うん、何も動かないということだと思います。そうなんだよね、うん、だから無理しようと思えば無理が効くんですよ。そう、うん、ある意味 YouTuber っていうのはね、うん、自営業ですから、うん、極端な話、例えばね、1週間に、うん、じゃあ日本の動画でいいよと言えば日本でいいわけなんですよ、うん、で毎日上げなきゃいけないと思えば毎日上げるわけなんですよね、うん、それのもう決めるのはまあ自分たちですよね、うん、まあ楽しようと思えばいくらでも楽できると、まあストイックになろうと思ったらかなりストイックになれると、まあ、いうところでストイックを目指してます行った時なんか睡眠時間多分2時間ぐらいできました。そうそうそう2時間とかだよね、うん、本当にだからよく寝れます、うん、旅先とかキャンプで寝られないってことがまずありません、はい、それがやっぱり変わったところというか、うんうん、今までキャンプでちょっとなんか寝れないなとか、うん、なんとかあったんだけれども、うん、それがほとんどなくなりました、はい、うん、どんなところ行っても睡眠が取れると。それは間違いないね。それはいい。そして、休みがですね、基本的に平日に取れることが多くなりました。そう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 、これもね、なんか自分たちで予定を決めれるからっていう部分はあるんだけれども、それに関して言えばどうでしょうか。最高です。最高。最高。やっぱり何、ユータ的にはそうだね、俺もともと人混みが苦手だから、うん、やっぱりなんだろう、
平日っていうのは並ばなくていいってのが一番いいかもしれない。あ、いろんなこう観光地だとか、例えばね、そういうところ行ったりとかして、そうだ、ね、並ぶ自体があんまり得意の方じゃないから、だから飯食うのにしろ、うん、すぐにパパって食えるのもいいし、あ、確かに道が混んでないっていうのが一番いいかもしれない。あ、ストレスなくスムーズに行けるからいい、うん、なんか俺のことをなんか代弁して言ってくれてるみたいですまさしく同じです本当におかげさまで登録者数が多くなるにつれて、うん、視聴者様からお声掛けいただくことが多くなりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それは本当にありがたいことですね。これはね、あのモチベーションを維持するとか、はい、そういう部分ではですね、非常にですね助かっております、はい、まあ言っていただけるのがですね、もうあのすごくあの多くのお声が、まあ、頑張ってくださいってこの一言を言っていただけるだけでですね、はい、ああ見ていただいてるんだな、応援していただいてるんだなっていうですね気持ちがですね、すごく嬉しくてですね、まあ本当にモチベーションという部分では、うん、すごくありがたく思っております。そしてそして、職場の難しい人間関係がない、家族ですからね。そうそれはね、そうなんだよね、うん、まあやっぱり大なり小なりやっぱりあるところはあると思います。まあぶっちゃけた話、うん、うん、だけどまあ家族でやってるんで、まあその辺はですね、まあうまいことできるということだと思います。はい、ということで今回はですね、 YouTuber を3年やって分かったこと、そして家族でやっててよかったなって思うことを今回お話ししてみました。それでは本日の動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。アウトドアファミリー、インスタグラムとサブチャンネルをやっております。下の概要欄にリンク貼ってあります。見てね。グッドボタンで応援とチャンネル登録よろしくね。それではボーイ。